はい、こんにちは、みぼうずです。今回ですけどね、今回はね、開幕戦国会とね、第2戦ぐらいまでね、できたらなと思ってます。で、前回の続きからでね、とりあえず今年ドライバーを一新してね、車も一新だけどね、どこまでいけるかなっていうところなのでそこだけが不安なんですけどね。はい、とりあえずやっていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。はい、って言ってもね、もうレース始まるまではね、特にやることないんですよね。信頼性を上げていくだけで引っ張いっぱいって感じです。それでは進めていきましょう。はい、ブレーキのデザインがまずは終了したみたいですね。パーツはね、装着しないでオリジナルのままでいいでしょう。で、新しいパーツの設計、ブレーキですね、やっぱり。で、耐久性をベースに上げといて、リスクレベル上げたくないんですよね。はい、とりあえずね、こちらのパーツを製造してみましょう。65万。お金がないね。で、パーツの改良はね、着々と作業中ですけどね。ただ基本的にはね、まだまだ。はい、とりあえずね、開幕戦始まりますね。まあどうなるかわかんないけど、とりあえず行ってみましょう。いやー、本当にね、スタッフだけは飛び抜けてるんですけどね。その他は全然ダメダメって感じの状況ですけど。一からね、ほんとやるとなると大変だってことですよ。はい、とりあえずね、スポンサーの目標ですけどね。とりあえずこっちにしましょう。2位なんて多分無理なんでね、9位以上目指していきます。はい、とりあえずね、状況ですけどね、フィードバックは一番高いのはね、間違いなくゴメスなんですけどね。まあとりあえずそれぞれのね、ドライバーを配置していきましょう。で、セットアップはね、前のね方でね、ゴメスとセットアップデータがあるので、まあそちらをね、あ、ドミンゴじゃない、ゴメスとね、アンソニーのセットアップデータがあるんで、試しにイニシャルセットとしてね、入れてみましょうか。ただね、基本的にちょっとハンドリングとかがずれてるので、ここを修正する感じかな。これでやってみましょう。まあ例によってね、プラクティスセッションをね、地味なのでカットしたいと思います。はい、ってことでね、とりあえずセットアップは終了してレースとなります。まあ、9以上を目指すってことでね、グリッド位置はね、だいぶ下位に沈んでるんですけどね。まあ、頑張っていきましょう。エンジンは使えないんでね、とりあえずはこんな感じでいきたいと思います。はい、それではレースです。はい、うまくいってくれるといいんですけどね。コンディションはね、あんまりよろしくないんでね基本的には。とりあえずほんと信頼性が急務ですよね。はい、もうね、最下位を走っております、うちのチームは。あ、危ない危ない危ない。タイヤをね、ニュートラルにしとかないとね。はい、もうとりあえず最初のピット入れちゃいましょう。なんかね、思いのほかタイヤが持たないんでね、結構厳しいものがありますよね。はい、とりあえずこれでいきましょう。はい、シルビアの方のタイヤ交換ですけど、思いのほかソフトが、スーパーソフトがね、よろしくないんでね、ソフトで、あ、でもスーパーソフトでいこうか。
で、燃料もね、5周分の燃料でいきましょう。うん、ちょっとプッシュしてもいいかな。なんかピットで前に出ましたね。意外な結果。じわじわ一応順位は上げてきてますね。難しいな。コンディションがなんかよろしくない。ギアボックスか、聞き逃す。ギアボックスの信頼性がないですね。で、とりあえず7周でゴールってことでね、燃料をここでいいでしょう。5ラップ分追加で、多分エンジンモード上げることできないんでね。で、シルビアの方はね、もうちょっとステイアウトさせておきましょう。とりあえずここをね、持ってほしいですよね。よし、じゃあ次ピットですね。最後スーパーソフトでいきましょう。で、多分残り5周ぐらいなんで、燃料オプションをね、残り6ラップここだな。注意入れっかな。なんか意外なほど。でも12位まで上がってきてますからね、じわじわと。で、こいつは持ってくれるかどうかですよね。でも仲がいいですよね、ほんと。近しいところにいて。あー、リタイアした。結局ギアボックスが持たなかったみたいですね。やっぱり信頼性が急務ですよね。ギアボックス引き流す、頑張れ。最後の一周はね、もうオーバーテイクモードのアタックでいきましょう。いや、結局追いつけねえか。前とね、結構離れちゃってますもんね。10秒離れちゃってるから。あ、じゃあ、うん、はい、結局10位ですね。残念。まあね、じわじわ上がっていけるでしょう、多分。スタート燃料をね、搭載量下げてもいいのかもね。ソフトスタートするんだったら。はい、とりあえずね、チームランキングは7位。まあ、このまま行きたいところですよね。とりあえず信頼性を上げないことにはね、どうしようもないんでね。まずはそこですよね、ほんと。はい。とりあえずね、信頼性を上げていくことが急務ですけどね。エンジンが 80% を超えたらっていう感じか。てかもうとりあえず 70% なんだったらね、こっちをやっぱり優先しましょう。はい、スポンサーもね、2つ失効したのでね、再契約をしたいと思います。まずはね、レースボーナススポンサーの方ですね。結構条件厳しいですよね。6位以上とか4位以上、まあ、6位以上、まあ目指していきますか。とりあえずここね、前払い金もくれることだし。で、固定支払いスポンサーですね。こっちの方が重要なんですよね、意外と。
前払い金で160くれるか、レースごとにね、40くれるか。まあ、レースごとにやっぱ40くれる方がいいのかな。契約期間10レースだから来年までですもんね。とりあえず、じゃあここを承諾しときますか。結構ね、40くれるのはでかいですからね。レースごとのコストがね、下がることが重要ですよ、やっぱり。そうすればね、改良の方に回せますから。はい、サスペンションのね、設計の方もやっていきましょう。レッドゾーンを下げることによってね、まあ基本的な、あれを下げるってやつですよ。だけど、こっちもがいいのかな。信頼性上げるだけですもんね。まあとりあえずこれ作ってみましょう。はい、今度サスペンションの方もね、改良していきましょう。エンジンとか高いんでね、エンジンはできる限り作りたくない。インライン製ギアボックスが 70% に到達したんでね、ブレーキの方のとりあえず信頼性上げましょう。いや、とりあえずは、サスペンションのね、方ですかね。はい、まあ、若干上がったけどね、とりあえずサスペンションの方上げときましょう。残りは。で、目標はね、6以上ですね、とりあえずは。いや、13以上ってチキンな感じでいきますか。はい、第2戦ミュンヘンですね。雨が降っております。多分ね、本番も雨なんですよね。はい、ってことでね、ミュンヘンの本番ですけど、戦略をね、とりあえず2ストップ作戦でいく感じで、こっちのね、シルビアの方がスタート燃料をね、少なめにしといて、早めのピットインで、ポールポジションなんで、前回リタイアしたんでね、こっちの方は1周分少なくてね、6ラップで入ってみようと思います。燃料を軽くしてね、少しでも、まあ、うまくいこうかという作戦に変えてますね。はい。で、セットアップの方はね、何気にうまくいってね、全部エクセレントになってます。それでは、じゃあ本番行ってみましょう。はい、スタートうまくいってほしいですね。スタートシルビアの方はうまくいったけど、こっちのね、これまあバストとかいいのかな、なんか違う読み方しそうですけどね、ドイツなんで。でこっちの男の方はね、男って言っちゃってますけど、まあそこそこのスタートだったって感じです。できればね、トップキープしてほしかったですけどね。結構囲まれちゃってますよね、シルビアの方は。なんか天候があんまりよろしくない感じ。ちゃんとね、ここら辺を見とかないとね、天候の読み間違いがありますからね。いきなり雨降ったりね、平気でしますんでね。ほら、もう雨降りそうですもん。シルビアの方はね、もうビリになっちゃいましたね。ちょっとまあ早めに入るってことで、タイヤをケアした方がいいのかな。こっちもとりあえずタイヤをケアしましょう。周りが早いですよね、ほんと。はい、この次の周でピットですね。で、雨降りそうなんでね、インターにしときますね。で、燃料オプションはとりあえず5周分だけ入れときましょう。あ、6周分入れとくか。いや、違う、お前はまだ待ってくれ。13位まで落ちてます。なんだ、なんか詰まったぞ。あ、セーフティーカーか。セーフティーカーが入ったんですね。燃料オプションじゃあフルだ。フル
燃費燃費。インターに変えましたよね。でこっちもインターで、ちょっとねピット戦略を変えましょう。こっちもねインターで燃料フルにしときましょう。どうとでもね戦略変えられるように。12位まで落ちてね、ダブルストップでね、ちょっとロスはしてますけど、まあ一応ねセーフティーカー入ったんでね、ここで入んないのはバカでしょう本当に。タイヤの温度が下がりすぎてもあれなんで、タイヤもちょっとね温めときましょう。よし、再開です。いきなり抜かれちゃっとるかな。プッシュプッシュ。あんまりよろしくない展開ですよね。うん、インターなのはねこの第二スティントだけの間っぽいですね。この後はね比較的あれになりそうな予感です。ドライコンディションに向かってきそうな。ただいかんせんペースが出てないですよね全然。前の車についていけてないですもんね全然。なんだか知んないけどこいつがドライブスルーペナルティーもらってますね。ああドライブスルーペナルティー消化だ。燃料オプションは残り5ラップ。こっちもね燃入れときましょう。残り4ラップ、残り5ラップ。ダブルストップいけるかですよね。お、ギリ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 。ほらソフトタイヤで最初はペース出ないかもしんないけど、次の週からねいける感じですよ。もうこっからドライ方向向かってきますからね。とりあえずねスポンサーのあるのはもう目標内ですからね。いやギアボックスか、聞き流そう聞き流そう。よしこっからアタックアタック。エンジンもねプッシュで使っていきましょう。いや違う違う違う、やっぱエンジンダメだ、燃費が微妙っぽい。なんかでもコンディションがね、サスペンションか、こっちはこっちはもうギアボックスが 6%。 なんとか乾燥してほしい。とりあえずね、なんとかギリギリ抑えて10位には入りました。結局燃料1周分残っちゃいましたね、もったいない。もうちょっと使ってもよかったっぽいですねエンジン。そこら辺の感覚もねちゃんと身につけていかないとダメでしょうね。はい、なんだかんだでね王道のピットパターンでしたね。他の人がやってるような。まあでももっとね順位は上げられるでしょうね頑張っていけば。でもねとりあえず車の基礎能力がね
ドライブスルーペナルティ1回もらっといて10位に入ってんだから大したもんですよね。はい、シルビアの方がねランキング10位に上がりましたね。でも6位がきつくなってきますね、これ頑張んないと本当に。はい、ってことでね、とりあえず今回のねモータースポーツマネージャー以上になります。次回はね本当にとりあえずアップデートされた部品のね投入とか信頼性とかね、そこら辺をやっていかないとね、この先きついんでしょうね本当に。はい、ってことでね今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。